崎区の船越公民館で歌とピアノのコンサートが行われました。これは秋区民文化センターが手掛ける音楽行事秋クラシックコンサートの関連ステージとして秋区民文化センターと船越公民館が共催して行われました。まず音楽を鑑賞する楽しみということがまず第一でございまして、そしてまたこの音楽を通じてまた若い学生の方々が音楽に目覚めてまた自分で音楽を目指そうというふうに考えていただければと思っております。この日は秋クラシックコンサートの実行委員でもある3人の音楽家が出演しました。コンサートではみかんの花咲く丘や上を向いて歩こうなど日本で長く愛される歌に加えて千の風になってなど幅広い年代層が楽しめる13曲が披露されました。訪れたおよそ40人は1時間ほどのコンサートを楽しんでいました。とても綺麗な声で良かったと思います。生の声を聞かせていただいてありがたかったです。やっぱ大きい会場もいいんですけど小さい会場だと皆さんの顔が見ながら演奏ができるのでこれも嬉しいことですね。